最終戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返ってお願いします。まあその来年に繋げるために、まあ、順位はその まあ、あまり関係がなかったけども最後いい形で勝ちたいと思ってたし、まあ、4年生も、ね、その最後全員出すことができてとにかくそのチームが次につながるような試合だったと思うので、まあ、チームとしてのその結果っていうのは望む結果リーグ戦を、ね、望む結果を残すことはできなかったけども、まあ、最終戦という意味で見ればいい試合ができたと思います。今日の試合全部を通してみると最初の立ち上がりはそこまで良くなかったのかなと思うんですけどそこからすごい初めて見てたと思うんですけどそこのポイントは何だったと思いますか。まあ、それは自分たちがこのリーグ戦でこう積み重ねてきたディフェンスのところが、ね、機能してきたからだと思うし、まあ、逆にその出だしのところで、相手に流れを持っていかれてしまったっていうのはやはりそれはそのチームの、まあ、今シーズン通して その課題というか本当 その強さになりきれてないところだと思うので、まあ、その課題とそのなんていうか自分たち その積み重ねているものが両方見えた試合かなと思います。確かに今年の法政はずっとディフェンスリバウンドとかディフェンス面に課題があったと思うんですけど逆に強みとかはどこまでかなとか。やっぱりその背がある程度大きくて動ける子たちがその揃っているのでそのバスケットという意味ではそれはすごいアドバンテージになるのでその子たちがその チームの中で役割を果たしてくれればなんていうか相手にとってそれはすごい脅威になることだと思ってるから、まあ、それがこう試合を通しリーグ戦を通していく中でだんだんそのみんなできるようなことが増えてきてなんていうか、まあ、いいチームだったと思うので、その単純なその戦術動向っていうかはやっぱりその自分が相手にどこに勝ってるのかっていう何が勝っているのかっていうのをみんなが理解してプレーできるようになってきてから強くなってきたなと思うので、まあ、そこが強みかなと思います。最後におっしゃってくれてたと思うんですけど4年生最後全員出していて4年生にメッセージとかね。いや本当に、まあ、さっきも話したんだけどもコロナもあって本当にその満足のいく4年間じゃなかったと思うしプレータイムも、ね、あまり与えることができなかったので本当に、まあ、こっちに対しては不満がねすごいあると思うんだけどもでもそういう意味でもその中で本当に4年間やりきってくれてその最後までね試合にも、まあ、なんかベンチ外れたらこうふてくされてもおかしくないのにちゃんと、まあ、応援にも来て本当にその下級生ともコミュニケーションを取って下級生たちがやりやすいような環境を作ってくれたと思うので、まあ、本当に感謝しかないしやっぱりそういう思いをね下級生たちはしっかり自分の中に積み重ねて必ずその来年のいい結果につなげてほしいなと思います。じゃあここからはもうすでに1年生ながら向こうの選手とかチームの中心的存在になっていると思うんですけどこれから新しく入ってくる1年生とか言える範囲で構わないので来年のチームコースというかどのように構想されてますか。その来年入ってくる1年生はサイズも大きい子たちがまあ、190前後の子たちがまた入ってくるのでそのやっぱりそのサイズアップをしていきながらこのしっかりと積み上げてディフェンスっていうのを体現することができれば2部で負けるようなことはないと思っているのでしっかりとねそのなんていうか来年の1年生として本当にいい子たちがたくさん入ってくるのでその子たちがチームに入ってでさらに今までのこのディフェンスは、ね、すごい頑張って良くなってきたと思うのでさらにオフェンスでもいい子たちが入ってくるのでそれでいいチームよりいいチームにしたいと思います。来年も楽しみになると思うんですけど来年の目標を、まあ、来年は本当にまあ、まずはリーグ戦で言えば一部に昇格することでインカレでしっかりと出るだけじゃなくて結果を出せる子たちが揃っていると思うのでしっかり大学バスケ界にインパクト残せるような構成になりたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。